すっげーかったマジで、ね、音が見えるっすね、ね、うん、ミスディレクションになってるというか、うん、僕らの専門外の話にもなってきてしまうので、教えてください教えてください。せーの、おやばいやらけボイスでーす。よし、ファロー、うにゃすうまがじゃい、ダンス解説イエーイ。さあ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 、今回もあのお方たちでございます。ナンバーアイ。前回ですね、ブロー・ユア・カバーというですね、はい、ナンバーアイさんの新曲の方を解説したんですけど、うん、あの時ね、まだミュージックビデオだったんですよ、うん、俺たちがね、解説した時まだそのダンスパフォーマンスビデオが出てなかったんですよね。なので MV の方を解説したんですけど、うんうん、ついに出ました、ダンスパフォーマンスビデオでーす。そうそう、俺たちあのアップした直後ぐらいにその動画が出て、はい、あ、こっち解説しないんですかっていう声が出て、間に合いませんでした。間に合いませんでした。編集中にね、来てね、あっ、うん、ってなったんだけどね、もうしょうがなかったんですよね。とりあえず今回はね、ちゃんとダンスをね、1から10まで全部ね、解説したいなと思っておりますのでね、うん、はい、早速やっていきたいと思います。で、この動画をね、初めて見る方のために説明なんですけど、僕たちはこんな経歴を持ったプロダンサーです。でん、というわけでですね、ナンバーアイさんの動画をね、いろんな角度から解説していきたいと思います。そして僕たちもですね、実はですね、10月4日武道館ワンマンライブに書いておりますのでね、ぜひぜひ皆さん来てください、よろしくお願いします。お願いします。というわけで早速見ていきたいんですけど、ゾマは初めてなんですね。そうです、俺はゴートのあの解説以来でしたね。なので初めてです。で、今回ね、そう、ゴートとはガラッとね、おお、ね、変わってこうね、ちょっと情感あふれる、はい、あの時結構オラオラしてて、いや、ゴートはめちゃくちゃ強いって意味でメッセージ性もあってっていう感じだったじゃないですか、ね、俺たちが一番だみたいな、もうナンバーアイっていう名前に、名前ふさわしい、ふさわしい感じだったんですけど、今回のね、楽曲はしっとりめでしたよね。そうだね、ちょっと俺はめちゃめちゃ楽しみっすね。 MV を見ると結構アートに近い感じというかね、うん、そうそうそう、ちょっと男女間の失恋をテーマにしたのかみたいな感じだったんですけど、今回ね、その振り付けがね、シットキングさんのノッポさんがやってるんですけど、うん、もうやっぱね、踊りのね、そのサビ部分だけが MV では見れたんですけど、それだけでもかなりのね、ギュッと詰まった振りだったので、うん、今回全体を見るとね、どれだけの情報量が詰まってるのか、うん、ちょっと今から楽しみって感じですね。そうですね。はい、それではじゃあ早速見ていきましょう。うん、ロー・ユア・カバー、オフィシャルダンスパフォーマンスミュージックビデオでございます。スタート。またここはね、場所は一緒ですか？場所は一緒ですね。あそこですね。僕らもね、使ったことがある場所でございます。夜になっちゃった。ね。うわぁ、もうやばい、ね、待って、最初のワンヒット、うん、バン、うめぇこのね、そう、最初のちょっとした動きでね、まず掴むっていうのがまず上手い人、やばいっすね。最初のこのドンの音に合わせて、うん、こうやっぱ全体の体を、筋肉をこう弾くこのガンの動き、うん、ヒットって言うんですけど、はい、もうこれだけでやっぱもう上手さ分かります ね音が見えるっすね、ね、上手い人のダンスってなんか空間がちょっと変わったかのような感覚になるやつ、覇王色見てる完全にオーラ見えるよね。そう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 、もう足だけかかって動かして、この首のロールがフイッて入るだけでもうね、こう見せちゃうっていう、このまずのナンバーアイさんのまずダンス力がまずすごいですね。あれね、真似するとどうなるかっていうとね、はい、あの首がもげます通常の人は、通常の人はやっちゃう、まあ、大げさに言ってるけど、首はゴキゴキったな確かにもげます、ね、痛める人はいる。やばいね。はい、スタート。細かいとこ見逃さず、腕にてかるわ、どどっ、うわーでかい、うん、え、うぃ、平野くん首でっか、動かし方、うわー、もう、まあ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 、平野くんの可動範囲がでかい、確かに、それぞれのなんか個性が見えますね、うん、この曲、音がめちゃくちゃ多いわけじゃないじゃないですか、うん、ドン、カッっていう、結構空間が空いて大きい音、うん、アクセントが来るんですけど、うん、それ全部3人がずれることなく合わせてるっていう、R&B とかでちょっと難しいのは、その点と点の間のこのね、このここをね、そう、ここの解釈がやっぱそれぞれ違っちゃうんだけど、ちゃんと3人でライン揃えてきてるっていうね、でかいし、速いし、高級な吉野家か、高級な吉野家って僕は言いました、はい、そう、彼らの動きはやっぱどっかこう高級感、やっぱエア感あるんですよ、はいはいはい、吉野家はやっぱこう安くて、はい、速い、はい、大衆向け、はい、そうそうそう、ね、ナンバーアイも大衆向け、あれ一緒やすげえ。あんまりうまいこと言ってないよ高い、速い、うまいってことですだから高級な吉野家素晴らしいいきます、スタート。わーい、トントン
分取るね。いいね、その取り方。アニメーションももう何でもうまいから、R&B の。わー、ジングジグめっちゃいいな。いいんですよ。アティチュードもめちゃくちゃかっこいいのよ。ね、この表情。うわー、今のやばい。今のちょっと、今のワークそう、平野くんと岸くんが入ったね。今の下に沈むところやばかった。今の岸くんと平野くんやばすぎて、ね、あまりの速さにちょっと落としたなかったんかな。ちょっと見てみましょう。今のもう一回見ないじゃない。スタート。ここはね、神宮寺君、神宮寺君にね、注目しがちですけど、そうですよね。腕が上がって、ここから落ちるんだよ。うわー、うわー、これはマロンさん、何をしてるんですか。これはね、でもブレイクダンスでいうところクロスダウンに近い感覚なんだけど、手が上がりましたね。腕がこう回しましたね。そうね、内回しで上みたいな、頭の上から出して、うん、ちょっとターンでよくやるこういうね、やつみたいな感じをしつつ、ターンしながら床に手をつく動きをしたってやつなんでね。上に伸ばす動きかなと思うけど、これで下に行くって新しいっすね。下に下がった後にさ、またちょっと足がまたちょっとクッて伸びる動きがあって、そう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 、次の動き次の動きみたいな、なんかもう休む瞬間があんまないよね。ね、フロアがストレスないというか、フロアってやっぱり速い瞬間ちょっと少し荒くなっちゃうんだけど、もたつくことがね。そうそう、でもこれはちゃんと次の動きにね、フローを途切れさせずやってるっていう、フロアもこんなうまいんかってちょっと、ね、思っちゃいましたね。細かいですけど、あの腕が動いたことによって意識が上に行くんですけど、すぐ下がるからミスディレクションになってるというか、視覚的に面白いですね。目の錯覚というか、ちょっと一瞬見失っちゃうぐらい速いっていうね。だからこれをさ、神宮寺くんがセンターにいて、神宮寺くんにスポットが当たってる場面でこれを後ろでやってるって、この秀逸さ、うん、これをね、目の前でついやっちゃいがちなんだけど、主人公はあくまで神宮寺くんだから、背景としてやってるんでね、こんな難しいことを。背景ちゃうだよこれ、絶景やでこれしかももうね、すぐ立ち上がって、もう合流してるっていうところとかもね、このフロアとの高低差がすごい、一瞬すぎません、本当に。じゃあ続きいってみましょうか。合流しまして、それぞれが後ろ向いてて、ね、うめぇ、うめぇ、おぉ、あー、今の面白いね。面白いですね。今のは平野くんがメインかと思いきや、岸くんですか、が出てくるって感じだね。気づいたら岸くんだもんな。気づいたら岸くんだもん。構成もかなり凝ってますね。しかもわざとらしい位置列じゃなくて、なんかこう自然とこうね、こっちを向いたりとか、向き方向をいろいろ変えてからの位置列だから、なんか全然こっちとしては予想ができない感じで出てきたって感じがするね。基本的に多分僕たちの感覚ですけど、フォーメーションっていう捉え方をすると、多分点で繋がってるんですよ。ここの点とここの点とここの点っていう感じで三角形を作ろうみたいな感じなんですけど、常に移動し続けてるような感覚というか、ね、うん、点じゃなくて流動的にフォーメーションが移り変わってる。そうね、移動しながら振りやってるよね、うん、確かに。メタ的な感じもするよね。だからなんかフォーメーション移動に思わせて、なんか実はただこれ歩いてるだけなのかなみたいな、そういう自然体な感じが、そうね、次の動きとかつい構えちゃいがちなんだけど、自然と繋がってるから、なんかこう何と不自然もなく見れちゃうっていう。次の振りに行く前の速度がこうゼロというか、そうそう、一瞬で行くから、あ、何が起きたってなっちゃうというか、それがうまく見せるっていうのはすごいですよね。すごいね。無がうまい。あ、無の空間がうまい。はい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 。もうビートとかそういうのって関係なく、ただちょっと待って、でも少しちょっとよく見ると少し動いてるみたいな、そういうのができんのよこれ。俺はね、結構できないっすね。できないな。教えてできるもんでもないしね。じゃあ続きいってみましょうか。で、この平野くん前に出てきて、あ、ここからサビですかね。キレっす、おかしいっす。うーわー、あー、何今の速い動き。これは、うーわー、これこれは、これあれですか、これのっぽさん節ですか、これは。のっぽさん節ですね。でもこのソフトタッチのかかとトンって取るとかね、思いつかないね、これがこういうやつ。まあやっぱもうね、でもシットキングスはやっぱその R&B ヒップホップってい う, こうダンスジャンルをもう本当日本に広めたパイオニアなんで、やっぱもうこういうね、あの曲調の振り付け作らせたらもう本当もう日本一っていうのは間違いないと思うんですけど、間違いないです。要するに超難しいんですよ、振り付け自体が。のっぽさん自身も多分こうアーティストによって振り付けするレベルってやっぱ絶対いろいろこう変えてってると思うんですけど、これはね、かなり高いレベルのまんま、そうだね、多分ナンバーアイに落としてんじゃないかなって思いますね。音数が少ない中でこうね、いろんな振り幅に持っていくのはかなり難しいですよ。この3人だったら多分できるであろうと思って多分撮ってきたんだろうね。曲ってね、分かりやすくドンドンドンだったら本当点で撮るのって簡単なんですよ。点がない曲がいっちゃむずい。いっちゃむずいね。難易度がそもそも高いし、その振りにも、の難易度も高いっていう。そうね。
ね。これは失恋ソングってさっきもちょっと言ったじゃないですか、はい、やっぱりその振りの中にもこうなんか相手がいる想定というよりかはこうなんかあ、いたんだいたんだがすごい伝わってくるような振り付けですよね。女性をかたどってる感じだったりとかね、ソフトタッチしたりとかするっていうね。俺らがこんな振りやっても多分ね、こう なんだろう、いたっつうか、なんかもうオバキューがこういう女性かオバキューかまで流動的なフォーメーションできましたけども、前に行ってで、ここで岸君と入れ替わって、ですよ本当にここあの入れ替わりが細かいね。はい、フォーメーション来ました。ラッタタタ、いや、音取りがめっちゃむずいましたね。これスピードがほんとすごいね、スローモーションから急に速くなるから、あーこの感じが、いや、かっこいい、ここがすごいで、これか、うわぁ、このフロア、いやフロアがソフト、超すごい、はぁ、やばいっすね、こんなにできるんだって感じだね。いや、これすごいな、この3人のバランスがめっちゃいいね。同じ振りだけど、ちょっとやっぱそれぞれ違うじゃん。なんか俺が見た感じ、うん、俺らがね、もしこの振りを踊るんだとしたら、うん、多分岸くんのシルエットが一番俺らには参考になるだろうなって。そうね、わかりやすいね。手本ちゃう、そうそうそう。だけど、その神宮寺くんのあのこうスタイルの人もいるわけじゃない、うん、全体のスタイルが、うん、どっちかっていうとやっぱね、神宮寺くんと岸くんは与えられたこう振り付けの既存に近かったもので結構ベストを出すタイプだと思うんだけど、平野くんはね、もう自分のニュアンスがむちゃくちゃ入ってて、ね、多分平野くんを見て振り起こしをしようってことは結構難しいと思う。確かに平野くんの解釈があるからこそ、いや、こう首とかキュッコで入れてきたりする。みんな練習するときは岸くんを見た方がいいってことですね、これは。平野くんはね、多分もう本当にこのジャンルに精通した人が見ていろいろ理解がわかる、勉強できるっていうんじゃないかな。なんかだから僕らやっぱジャンルでいくとブレイクダンスだったりアニメーションだったりタットダンスとかじゃない。だからこう R&B ヒップホップっていうのは僕らのジャンル外なんで、これを専門でやってる人が見てようやくちょっと理解できる、そうだね、ところにいるのがまあ平野くんなのかなっていう感じするね。ちょっと我々でもちょっと回数追いつかない部分がちょっと出てきちゃってますね。ダンサーの中でも専門的な人たちが参考にできるレベルってことですね。かもしれないね。じゃあ続いていきましょうかね。いやー、岸君がこんな前に出て2人が合流して、ね、わー、今一瞬連鎖みたいなのがね、入って、この構成面白い。やっぱこっから本当にフォーメーションが流動的です ねみんな違う動きをしてずっと移り変わるっていう、方向も全然違う、センターがガンガン変わってくんだよね、うん、カメラも意外と面白いね。うわはい、というわけで、ここまで次のサビまで、ね、これめっちゃすごいのが、うん、あのアングルが結構いろんなところから舐め回すように映してるんですけど、はいはいはい、3人っていうフォーメーションじゃないですか、うん、この3人作るとき隙間が空いてとかがあんまりなくて、はい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 、どういうバミリしてるのか分かんないんですけど、うん、三角形になったとき空間の幅が全くぶれない、ね、すごいね、それはすごいよね。結構俺ら3人でやっててもさ、かなりさ、1人がちょっと外れちゃう、全然特にエスピさん3人でやってるから、うん、3人フォーメーションの難しさって絶対あるじゃん。むっちゃむずくって、うん、どういう時に綺麗になるかっていうと、本当に簡単な条件を揃えればできるんですよ、うん、正面カメラはここですっていう一点で決めちゃいます、うんうん、そこにここに点つけてここに点つけてここに点つけてっていうよく言うバミリっていうやつやるんですけど、うんうん、これ撮り方的にそれが不可能なんですよ。そうだね、ロングからこう最初来たから、うん、もうバミリは貼るところないんで、オール感覚というかカメラマンさんとのコミュニケーションをその場で3人がやってるに近いのかなと思うかな。ある種3人の作品というかもう4人の作品なのかなって、それは、うん、そうそうそうね、確かに、うん、本当完成されてるなと思います。MV がすごい作られた芸術品だとしたら、こっちはこう生でしか生まれない芸術作品だよね、うんうん、本当にライブ感というか、うん、3人が3人とも世界に入り込んでるから、うん、ここに至るまでこの世界のちゃんと作り込みにしっかりしてんだろうなっていう、こんな緻密な振り付けをさ、うん、自分に落とし込んで振り付けをそこまでも意識してないじゃない、正直、うん、もう別のところの意識じゃない、そうね、なんかこう表情だったり、いや、そうっすね、ちょっとこの曲に寄り添った儚げな表情だったりさ、うん、めっちゃ忙しい3人だろうに、うん、どうやってここまで落とし込んでるのかっていうのがもうむちゃ気になる。3人のポテンシャルが高いっていうことが最大の理由だと思うんだけど、うん、そうだね、この3人のバランスがまずすごいわ、うん、じゃあちょっと続き見ていきたいと思います。2回目のサビですね。
れがこうまたねのぽさぶしね、こうゼロからいきなり100にこのスピード感で、あこの足のねソフトタッチ、うわー、むずいフォーメーションしてんの、振りもめっちゃむずいし、ゆったりなんだけど意外と膝をこうすぐ曲げるのもいっぱいあったりとかして、くわーちょっと待って、今なんかこの神宮寺くんが出てきた後のさ岸くんとさ、あの平野くんのこのここの動き、はい、ここの動きがえぐい動いてる、あちょっともう一回いきますか、いきますね、ちょっとで、この後なんですけどね、この後この後グリーン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 グ、これをまたね、ちょっと神宮寺くんが前で、しかも後ろでこれをやってるっていうね、どういう動き、ここ胸をこうロールで動かしてるから、ロールでこういってるとは思うんだけど、胸はロールで腕はこうウェーブを使ってる、同時ってことなんですか、もう一回見ていい多分本当に技に落とし込めてる、うん、ここね、これうーわうーわ、なるほどね、あまあなんか本当にこういう、こういうことだね、こういう、なんか、ね、この内側でグルーブを作ってるっていうね、ノリを、やっぱすごいなって思うのがさ、7秒後にはもう違う場所に行ってるじゃない、うん、10秒は同じ場所にいないみたいな、俺たちの陣形移動の作り方だと結構単純で、うん、振りをその場で踊ったら本当になんかこうただの移動が多いのよ、うん、なんか普通にこう割と本当に 早歩きな感じでバババって行ったりとかするんだけど、2、8その場で動きしたらその後移動ぐらい、そうダダダみたいな、全体の大人数でこう移動するときってそういうその移動方法が多いんだけど、やっぱこう3人だからそういう移動方法を取っちゃうと、なんかこうよりなんかこう単純に見えちゃってあんまいい見られ方しないところを、振り付けを踊りながら移動っていうところがすごいし、やっぱりそれがあるからナチュラルにあれ変わってるみたいな、人形変わってるみたいになるみたいな、ね、これ人形の意識させないっていうこの振り付け素晴らしいね、永遠にフレッシュでこう見れるというか、そう、そのストップとそのこうふわって動く感じでちょっとだけ無重力というか重力がなくなった感じ、あと時間の動きが変に感じるみたいな、全体的にそのこの空間が不思議な時間の流れを感じ出させるんだよね、スタート、MV と印象が全然違うんだよな、うーん、うわ、ターン早っ、ターン早っ、ヒロルめっちゃ早っ、うわー、ここちょっとドラマを感じるな、うわー、これはすごい、うわはえ、今パンチラインが確実にあの平野くんだったと思うんですけど、うん、その前の展開としてドラマを感じたというか、うん、岸くんが最初に前に来たところあったところとか、結構なんか人間味あるような動きしてたと思うんですよ、思ったのは多分こっち側でうわーってなってて、こっち側はしっとりしてるんですよ、あ、そうなんだ、感情の変化が違うんだ、こっちから失恋でうわーってやってる側と、ね、もうこっちは吹っ切れてるよなのからにもう見えちゃったなって思って、でもそれ結構鋭いかも、 MV だと岸くんが号泣してたり、あ、そうなんだ、そう、神宮寺くんちょっとね、こう しっとりしてるっていう、え、マジでもう一回見てるの、そこ見ていいですか、スタート、で、こっから平野くんが真ん中に行きます、本当だ、本当だ、本当だ、すごい、もう読みよしたね、それ確かにそれ合ってるもんね、ダンスに集中したんよ、ドラマダンスやめとくれよMV みたいにこう作られた演出がなくても伝わってくるドラマってことですよね、そういうことだよ、いや、すごいこれ、ちょっと集中してダンス見ますか、平野くん、そうですね、ダンスですよ、ね、ここで感情を出して、もうクールだ、えぐい、ジャパンダンスリライジャパンダンスリライ、やばすぎだよ、ターン、ちゃんとしかもターンもこの首を残してクッと回るさ、あの切るタイプのね、切るタイプのターンやってましたね、うん、でこれを最後に持ってきてるってことはもう 100% できるってことだよね、これね、すごいわ、一発撮りだよねこれ、そうそうそう、一発撮りのもうラスト、本当にカメラマンもすげえな、ねえ、めっちゃプレッシャーであると思う、これちゃんと撮らなきゃみたいな、体感鬼っすね、鬼だね、鬼っすね、俺いまだかつてそのアイドルのミュージックビデオとかダンスパフォーマンスビデオで3回転のターンって見たことないかもしれない、そうね、うん、なんか俺も過去に見たことあるかもしれないけど、でもここまで質の高い3回転ターンは俺と初めて見ました ね、うん、ね、ターンの前のソロのこれもすごい、ここまでのなんかダンスパフォーマンスのなかった激しさがあったんで、ね、感情の爆発感はありました、今ちょっとそのクラゲっぽさみたいな漂う感じから結構感情の爆発みたいなのがあったんで、そこもちょっと見てみましょうね、で、入れ替わって岸くんがね、すごい目立つの ね、で、神宮くんに目がいっこの何そのキレ、うわちゃんとカメラ目線に戻るからね、で、ここでまたしっとり戻りまして、ね、キック入れてしっとり下に行って、かける、うわ
うわ何その終わり、最後の終わりまで隙がない、やばい、これタイトル、すごいね、マジでもうすっげかった、マジで。なんで一貫してですけど、フォーメーションの移動が本当にナチュラルで、7秒後にはもう移り変わってるみたいな感じで、ずっとそのミスディレクション見せられてるみたいな感じで、不思議で、その視覚的に面白かったんですけど、いざサビに行くじゃないですか、自分アニメーションとかやってるんであれなんですけど、2点で抑えられると人ってなんかちょっと空間が歪んだような錯覚を起こすんですよ、はい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 、一気にそれがサビで来られるから覇王色の覇気で空間がちょっと歪んだ感が崩される感覚がね、しかもスキルがすごいじゃないですか、MV として完成されすぎてるし、何よりバミリが上手すぎるっていうノッポさんのね、その頭の中どうなってんだっていうのね、確かにそれが知りたいっすね。自分もちょっと声優アイドルのちょっと振り付けとかしたことあるから分かるんですけど、歌う人を前に出さないといけないから、そこでもちょっと条件があるんでね、複雑に動かしていたと、あ、この人前にいないやってなっちゃう場合もあるから、そこをちゃんと前に出すっていうところも頭に入れないといけないから、かなり複雑な作りになってると思う。振り付けが先行して先にできてから、そっから後付けで陣形をいじってるのか、もしくはもう順にこう綺麗に最初から最後まで作ってるのかちょっと分かんないけど、分かんないねこれね、本当にね、ここに関してはちょっと僕らの専門外の話にもなってきてしまうので、教えてください、教えてください、のっぽくん、はい、教えてよ懇願しちゃった。でも本当、あとすごい驚いたのはやっぱそのね、 MV を見なかったゾマにもストーリーが伝わったっていう、確かに、でも本当にそれは入ってきましたね、ね、びっくりしちゃった、その瞬間。でミュージックビデオって結構そのダンスとか実際にライブで見せるものの誇張したものが MV だと思うんですよね、こう伝えやすくするやつが、それを誇張しなかったバージョンでもちゃんとストーリーが伝わるっていう、この世界観の完成度具合、ダンスでこんなにストーリーちゃんと伝えられるんだっていうところが自分にはあんまりここまでなかったから、ダンスの力信じてる人たちだなって思った。僕らもダンスパフォーマンス MV としてはもう完成されてすぎてて、そうね、これが基準になるとやばい ね、 ちょっとね、ゴート見た時にこれ怖えんやろって思ったけど、こういう切り口があるんですね、ゼロと100をちゃんと行き来できる人たちっていう、ね、次何すんの教えて。でもいやもう楽しみだな、逆に ね、 ね、本当次何すんの、次何すんの、ね、だ次はちょっとこう コミカルなやつとかも見てみたいなって気が、ね、しはしますね。本当全ジャンル網羅して、せめてナンバーワン見たいな、それ見たいです、ね、見たいです、見たいです、 LINE してないやろ。知らないですか、知らないですか、はい、というわけですね、はい、これからもね、ナンバーアイさんがちょっと何かしら新曲出したらちょっと追っかけていきたいなと思っておりますのでね、はい、他にもこんなのがあるよとか、情報ありましたらコメントの方に書いてください、よろしくお願いします。はい、それではこの動画面白かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。そして、僕たち10月4日日本武道館でワンマンライブをします。なのでぜひ皆さん興味がある方はぜひ来てください、よろしくお願いします。それでは以上、リアラキャボーイズでした、バイバイ。ガチガチガチありがち、オタクにありがち、推しのためなら手段を選ばず命を削ってガチャ回す、はあつらい、あーしんどい、オタクをやるのも楽じゃない、ガチガチガチありがち、オタクにありがち。